は、えー、はいいおはようございます、えー、コンピューターのネタなんです。もしよかったらお付き合いください。前のコンパイラーを、ねえー、ラムダのあのフリーバリアブルのところコンパイラーおかしいって言って改良したんですけども、えー、その時にねあれ、このコンパイラーのコードなんか無駄じゃないっていう風なのを思っててで今朝はたと気がついて でもっと簡単にシンプルにできるよねっていう今思いついたところなんです思いつきのアイデアをとど、えー、めたいと思いますっていうのはねこのこの手のコードですよえっ、ー、とラムダがネストしていって、まあ、このネストしたのはこれは対応したんですけども、えー、でそのさらにその、えー、とフリーバリアブル10変数に対して、えー、とセット Q、うん、副作用を加えるわけですね。 でえー、とイーザースリスプの場合はそのフリーバリアブルについては、えー、ラムダ式のところにフリーバリアブルをリストにして、えー、保存してあるんですで何番目だったのかということでアクセスするようにしてるんですけども、えー、何のことはないその、えー、セット 169のコンパイルするときに、それがフリーバリアブルであれば、えー、その N 番目を書き換えるっていうコードを生成すればいいだけの話で、えー、生成段階はもっと簡単になるんじゃないかというふうに思ったんですね。えー、っと、コロードをご覧いただいた方が。えー、っと、コンパイラーのね、ここですよ。えー、ラムダを生成するときにデストラクティブ、なんか破壊的になるような 自由変数をわざわざここで記録をしておいてでなんかあの生成をしているんですけども何もここであの把握しなくてもですねセット Q のコンパイルをするときに、えー、そいつがあの自由変数であるかどうかを見極めて解析して で自由変数であるならば N 番目をその G, G リストがリストになっているところで N 番目を合意に書き換えるというコードを生成すればいいだけの話じゃないかなというふうに今あの思いついたんですね。合わせて、ね、これもどういう意図で自分で書いているのかよく思い出せないんですけども、えー、っとこれね、総称関数の えと引数もフリーリストのとこに加えてんだけど、なんでだっけって今 <laughs>、だって総称関数の引数が、えー、どうして10変数になるのかな <laughs>。10変数にならないよね、おかしいねって今なんか思いあのついて、えー、この辺ちょっとじっくり改良しようかななんて思ってるとこです。あとあの ネステッドラムラーについても、かなり改良したんだけど、BMI のところでちょっとこれ、バグ見出しにかねないなってとこのがあるもんで、そこのところも改良したいなと思ってます。まあ、あれですね、その、なんかね、複雑なコードになっているときってのはね、大体間違えてるんですよ。あの、えっと、考えが足りないとき。リスプっていうのは工場上、極めてシンプルなんで、そのコンパイルコードが、 妙に複雑になっているときっていうのは、なんかあの考えが足りないんですよ。 えー、よくよく考えれば、必ずシンプルな方向に向かうはずなので、でそのまあ、あの時は思いつきでね、とたぱったとこう改良してるんですけれども、えー、こうちょっとあの安定モードになってるもんですから、コードを見直して、コンパイラーの,あの無駄な部分っていうのも、もっとすっきりさせたいななんていうふうに考えてるところです。まあえー、やっぱりいろいろとねあの、見直してみると、 うんあその時なんかちょっと感が浅かったんじゃないのかなみたいなのが出てくるもんですんでね、まあ、これもその、えー、楽しみかなと思って、えー、やっております。それじゃあ